違います。私たちの生活を破壊してきたのは自民党なんです。今6人に1人の子どもたちが貧困が足元に押し寄せています。一人ゲームではなく、みんなで立ち上がりましょう。みんなで人生を取り戻しましょう。人を殺せる国にするのではなくて、もっと学ぶ姿勢に優しい、私たち一人一人の子どもの未来に優しい国づくりにしてほしい、そう皆さん思いませんか。そんな思いで増山さん、そして吉田さんを心より応援したいと思っております。何のために育てているのか。戦争で殺されるためでもない、戦争で誰かを殺すためでもないんです。